ギリギリ入稿割増なしの西村投射堂の提供でお送りします。一人深夜で西村ラジオ、はい、始まりました。西村ラジオ第6回、更新が遅くて本当にすみませんでした。いや、今年も頑張って誰得情報満載にてお送りしたいと思いますので、本年も西村ラジオよろしくお願いします。本日は少し西村からのお知らせをお話ししたいと思います。昨年の末頃よりスタジオ U さん主催のイベントに西村投射堂トラベルとして企業出展させていただいております。こちらでは特殊紙の見本帳を展示販売、またグッズ見本、そして昨年誕生の50部ショップの印刷見本などを展示しております。そして私一番のおすすめは、前回映像として放送し大変好評だった私と加藤さんの報知案内の完全版 DVD を上映、そして販売しております。ぜひイベント参加の際には足を運んでみてください。お待ちしております。ということで、新年のご挨拶も済みましたんで、今回のゲストを紹介したいと思います。前回の観光案内の映像があまりにも好評だったので、引き続きこの方に来ていただきました。どうぞ。はい、どうも、網本ですよ。あれ誰？え、いや、ちょっと待ってください、池さん。いやいや、俺ですよ、俺。ゲストですよ、ゲスト。呼んだの池さんじゃないですか。はい、どうも、網本ですよ。いや、僕、加藤さん呼んだからですけど。いや、何をおっしゃる。思いっきり僕の目を見ながら、ゲストに来ないかと言わんばかり言ってたじゃないですか。いや、まあ、落ち着いて、ほな、まあ、一応、自己紹介、お願いします。はい、わかりました。アフロなんて呼んだかな。あ、どうも、サイドセブンから来ました、アフロレイ。いや、誰よ。誰こから来た？シャクレレイ。誰がシャクレですか。いやいや、ひどいでしょ。どっからどう見てもシャクレてない。いや、もういいですから、本題行きましょうよ。いや、まだいかんですよ。え？いや、自己紹介してくださいよ。そうですか。あ、どうも、あの、新人で、まだ、半年ほど経ったばかりなんですが、みもとと申します。はい、どうも、みもとですよ。よろしくお願いします。これからもバンバン私活躍していきたいと思います。どこで？まあそうですね、同人関係とか、あと映像の方にもいつかは出たい。何の？え、いや、俺前回撮ってたじゃないですか、あの、高知観光。いや、僕もあれ、あの時どうして僕を呼んでくれなかったか不思議でならない。おらんかったの？いや、あの、別の部署で。あ、その時は別の部署。別の部署に。今、同人誌の部署。同人誌の部署。いや、池さんの席の隣に僕はいますよ。おった？いや、ひどくない？ひどくない？いや、全然存在感じんけど。いや、いつも聞いてるやつ、池さん、ここどうしたんですか？あれ、池さん、うわ、どっか行ってるって。まあもうほんで、まあ、せっかく、まあ、来てしもうともしゃあないんで、一緒にじゃあ、あの、はい、DVD 見ますか。あ、そうですね、わかりました。そしたら VTR どうぞ。天守閣がこうやって通して見れるところって、こっちしかないがやって、一番 の写真のところ の, あの絶好のアングルですよね。そう、この大天門からの天守閣を登っていく。こっちを登っていきます。大輔さん、あれがあの自由は施設です。これ吉田茂が作中は横に吉田茂と書いてあるけど。上がってきて。あ、おったおった、おいちじゃない。千代さん。ほら、また吉田茂。本当だ。これだよ、吉田茂吉。吉田茂吉なんか。茂じゃないんか。子孫が作った。お父ちゃん。
お父ちゃんじゃない、しげるの後を継いで、あのしげるの字をもろて、あの無口になったっていう。千代さんの説明はなしでいくの。千代さんは、あのなんか和豊に、あのほら、あのうまくおっちゃったね。うまくおっちゃったね。へそくりから金を出して、これプッと、あの、置いて、これで美味しいもん食べやって。あ、違うかね。天守閣です。これは景色いいね。すごいな。小学校さん寝よったのよ。ここでは寝んの。あ、寝んのか。このスタイヤ。だって会長も落書き、人数が昼寝起きに。そこで昼寝したらいかんもん。でも、殿様も。そう、殿様も。当然。大丈夫です。広め行きましょう。うん。まあ行きましょう。なんとか勝った。生キリンフリは。まあ。乾杯。乾杯。お父さん、もうないじゃないですか。だって喉乾いとったもん。うまい。腹減った。腹減った。あ、これがあるやん。これに、これ。この肉厚なのが、高知やね。高知といえば津軽汁。津軽。津軽もええけど、いつごろから揚げにしようかね。とりあえずこれで。すでに。あ、鳥増えちゃう。ただ取っちゃいます。まあ、それでいいとき。よ、どうも。はい。はい。やつ。乗っけて、いただきます。おいしい。これだけかブリンブリン。ウツボブリンブリンやった、うん、ブリンブリンぜよ。さあ、あの VTR 見たところで後半は気を取り直していきましょうかね。どうしたんですか急に。いや、さっきのほら前半の君の妹君の声にだいぶ押されてしまったんで、後半はちょっと僕も頑張ろうかなと。ほうほう、ということは僕も負けてられないってことですね。はい、どうもサイドセブンから来ましたフロリッピよ。だからそのテンションが僕を抑えるんよ。いや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 。ちなみに、はい、アフロ君は赤色は好き？赤いフィス、赤いフィス。何話すんすか？一体全くもう。ごめん。いや、微妙に日曜日つい。サイドセブンから来ましたアフロレイです。つい、やってしまった。ごめん。ところでね、話は変わるけど、はいはい。岩田君、T ポイントって知ってる？あ、もちろん知ってますよ。その T ポイントなんやけど、来月から西村で同人誌またはグッズを発注してすると、ポイントがもらえるようになるがよね。ちなみに、宮本くん、どこでポイントもらえるわ？それがですね、西村当社の本社、または僕たちがいる第5事業所、そして誰がいるかわかりませんが、スタジオ U さん主催のオンリーイベントに出展している西村当社トラベルブースの参加所となっております。イベント会場でもらえるのはいいね。でしょ？そうなんですよ、そうなんですよ。もちろんいつでもどの会場でもポイントをもらえることができますよ。出店イベントは随時、サイトの方にアップしていきます。西村当社堂トラベルブースは今年も忙しくなりますよ。そうやね、楽しくなってきたね。今も新しいことをいくつか検討してるし。ほうほう、というと新しい DVD とかですか？今どこも出る？あ、いいんですか？でもDVD はほら、確か
おじさんオンリーやなかった？ああそうでしたね、そうでしたね。じゃあおじさんオンリープラスピチピチのヤングメンっていうのどうでしょう？いや前半も言ったけどそんなに出たいが？いやそりゃ出たいですよ。だって2人すごい楽しそうやったじゃないですか。なんで画面の向こうで自分黙って見てるんだろうってすごく見ながら思いました。はいはい、ずっとそれを思っててくださいね。ひどまあそれは置いといて、まあ、DVD もなんやけど、はい、実はあの物販用のほら見本帳も新しいのをね現在企画中やったり、少しでも早くブースでお披露目できるように頑張りますので、西村投射道トラベルをお見かけの際にはぜひお立ち寄りください。ということで宮本くん、はい、今回はありがとうございました。いやすごい楽しいですね。いやあれですか、まあ、次回も僕、いやこのままレギュラーっていうのもありですね。やだ早いや、まあ次行った時はもう少し絡みやすいと嬉しいかな。いやそんなこと言ったってなんだかんだで池さん自分と絡むの好きじゃないですか。かなかな。一人深夜の西村ラジオということで、第6回西村ラジオいかがだったでしょうか。西村ラジオへのご意見、ご感想などありましたら、サイトの方に、フォームをご用意してますので、どしどしお便りください。それでは、西村ラジオ一人深夜でお送りしました。